私が利益は、かつて、愛知県豊田市にあった、名鉄衣線の駅。旧、壁海軍上里町の駅であったが、中心地からは大きく離れていた。愛知県統計所、愛知県統計年間、豊田市統計所各号によると、1日平均乗車人員、及び1日平均乗降人員の推移は、以下の通りである。 千人単位からの外産地 AB 豊田市総務部、統計課、豊田市統計書、昭和50年版、豊田市、1976年、168から169ページ、AB 名鉄の配線を歩く徳田光一編著 p 172ISBN4 から533039235、愛知県統計書。昭和24年、愛知県、愛知県統計年間昭和27年刊行。 愛知県、1952年、331ページ。愛知県、愛知県統計年間賞は28年刊行。愛知県、1953年、315ページ。愛知県、愛知県統計年間賞は29年刊行。愛知県、1954年、334ページ。愛知県、愛知県統計年間賞は30年刊行。愛知県、 1955年、301ページ、愛知県、愛知県統計年間昭和31年観光、愛知県、1956年、307ページ、愛知県、愛知県統計年間昭和32年観光、愛知県、1957年、323ページ、愛知県、愛知県統計年間昭和33年観光、愛知県、1958年、 339ページ、愛知県、愛知県統計年間昭和34年刊行愛知県、1959年、382ページ、豊田市企画部企画課統計係、豊田市の統計昭和42年版、豊田市、1968年、95ページ、ABC 豊田市総合企画部統計課、豊田市統計書、昭和47年版、豊田市、 1973年、162から163ページ、ABC 豊田市総務部統計課、豊田市統計書、昭和50年版、豊田市、1976年、166から167ページ。ありがとうございます。